はい、どうもヤミです。今回はですね、前回に引き続き、ミラーキューブの動画となります。はい、今回は何をするのかというと、これですね。前回も紹介した通り、これですね。この銀色のミラーキューブ、さらに3つあるんですけども、これを、ステッカーですね、これ全部貼り替えて、全部ピンクのミラーキューブにするやつと、これはなんだっけ、普通のルービックキューブみたいに全部鏡面仕上げのシールになってるんですけど、6面全ての色が、違うっていうパターンのキューブ、それと、これはちょっと特殊なんですけども、この1面に対していろんな色があるで、6色あるというふうなちょっと変わったキューブです。これはね、一度ねステッカーを全て貼り替えてお見せしないとよくわからないと思います。僕もねよくわかってません。はい、ということで、とりあえずステッカーを貼り替えるところからいきたいと思います。はい、とりあえず全部出します。はい、なぜかねこの鏡面仕上げのゴールドとシルバーだけはなんかこういうビニールがついてるんですね。でこういうカラーのやつはなんか適当な扱いというか、なんか生のまま入れられてるだけみたいなね感じだったんですけど、開かないぞこれ、なんか破れそうだ。まあ、破れてもいいんだけど。はい、2つ目ですね。同じキューブ何個買ってんだって感じだけど、はい、出てきました。はい、これピンク、これ、普通のルービックキューブカラー、鏡面仕上げのカラーで、これが、特殊な変なやつですね。はい、今から、このこれステッカーになってるんですけど、全部貼り替えていきたいと思います。はい、とりあえず簡単そうなピンクのやつから貼っていきたいと思います。はい、では開けます。めっちゃ綺麗ですねこれ、見て。でこれ本当に剥がれんのかな、一回やってみよう。あ、剥がれそうですねこれ。あ、でも剥がしにくいぞこれ。剥がれるんだけども、うわ危ない、気をつけないとこの爪の間にクッと入ってくるステッカーが、そんなタイプのシールですね。あ、これなかなか簡単にいかないかもしれないですね。なんか貼り付いてる。ほらこのキューブのシールなかなか剥がしにくいやつだ、見て。なんか剥がした後こんな感じになる。でまあこれでもだいぶ取れた方なんですけど、まさかのね1356X 買った時のこのカード、このカードでゴシゴシやってます。これでねちょうどなんか取れるんですよ。まあカードなら何でもいいんですけども、たまたまこれが近くに落ちてたんでこれ使ってます。うん、まあ、取れるっちゃ取れるんだけど綺麗に取れないね。このまま貼っても別にいいと思うんだけど、まあそんなにベタベタもしてないし、どうしようかな、とりあえず全部剥がすか。とりあえず一面全部めくったんですけど、めっちゃ汚いです。しかもめっちゃベタベタする。でいくらあのカードで削っても全然ダメなんで、一回ねちょっと中性洗剤とかで一回これ外れるんで、これちょっと待って、なんかセロテープとかでペタッとやると、ちょっと外れにくい。は、外れた。こんな感じでこれを中性洗剤で、ちょっとねこう塗って、ちょっと待って、一回やってみたいと思います。簡単に取れるかもしれないし、幸いこれ取れるからラッキーですよ。これね取らないことには何もできないんで、はい、ちょっとねまさかの意味不明な動画になってるんですけど、中性洗剤で一回これなんか塗るといいって書いてたんでネットに、このままちょっとねこう出して、あ、出ました出ました、見えますかね、これこれをこういう風に塗って、これで待つみたいな。なんかこんな無駄遣いしてたら嫁さんに怒られそうだな。これを全体に塗っていきたいと思います。はい、とりあえず全部に塗ってみました。こんな感じです。まあ普通にね市販のシール剥がし使えよって感じなんですけど、今ねうちにシール剥がしないんですよ。でも今やりたいんで、もう今家にあるやつでなんとかならないかっていうことでやってます。ちょっと待ちたいと思います。それではこすってみたいと思います。全然取れないですねこれ。え、あ、ダメですねこれ、ダメだわ、このカードで。うん、ダメだな、なんかめちゃくちゃになって取り返しがつかないことになってきた。
なんか消しゴムもいいって書いてたんで、消しゴムでこすってみたいと思います。よいしょ、ちょっと取れたかな。なんか色がくすんできたというか、どうしてもね剥がれなかったので、その日は当日を諦めてですね、また次の日にこれシール剥がし買ってきました。なんかよく分からなかったんで2種類買ったんですけど、これはなんか、塗布用っつって、なんか綿棒でこう塗りながらやるタイプですね。でこれはスプレーでシューってやるだけなんですけど、とりあえず簡単そうなこっちからやってみたいと思います。よし、これを多分ここから開けて、よいしょ、はいはいはい、こんな感じですね。これを、まあ、例えばこれまだ結構ベタベタしてるんですけど、ここにちょっとスプレーしてみたいと思います。おお、めっちゃ手についた。これでちょっと待つのかな、なんて書いてる、2、3分経ってから落とすと。何で落とすんだろう、ティッシュとかでいいのかな。あ、ティッシュなどで、乾いた布とかティッシュなどでって書いてますね。了解です。ちょっと 2,3 分待ってみたいと思います。どうせなんかね、ちょっと何個かやっとこうと思います。あ、ティッシュが貼り付いちゃった。あら、まあいいか、このまま行こう。よし、これで 2,3 分待ちます。はい、それじゃあ3分ぐらい経ったんで、これを1回拭いてみたいと思います。ティッシュで1回ティッシュで拭きたいと思います。いきます。お、あ、結構なんかいい感じしてるんですけど、あ、いいかもしれない。あ、でも完璧じゃないかな、完璧じゃないけど、これちょっと早かったかもね、もうちょっと待った方が良かったかも。あ、でもこれ、あ、ちょっとねまだ汚れてますけど、これ洗ったら結構いい感じかもしれないです。あ、でもちょっとまだベタベタしてんな。まあ完璧には取れないんですけど、まあまあいい感じで取れてるんで、ちょっとベタベタしてる感じで、これだとそんな感じ。あと1回ぐらいやれば綺麗になると思うんですけど、どうせなんでこれも使ってみたいと思います。シール剥がし、なんか綿棒、付属の綿棒で塗るような感じですかね。なんだこれは、綿棒置きか、ここに置くような感じですかね、一時的に。なるほど、これに罠が、蓋がついてる、蓋を取りました。多分ここに液をつけて、で、まあ、これに塗ると。こんな感じでいいのかな。これで多分、これも 2,3 分待つ感じですかね。書いてない。ここですね、1分ほど待ってから付属のヘラなどでゆっくり剥がす。付属のヘラってこれ、これヘラだったの、綿棒置きじゃなかったの。あ、これね、ここで削るみたいな感じですか。いや、ちょっと待ってからこれで削りたいと思います。なんかコツが分かってきました。ここにスプレーを普通にこういう風につけて、でからそのままここのキューブのこの状態のままこうやってこすった方が簡単に取れます。ここめちゃくちゃ綺麗に取れました。ほら、なんかもうツルツル、わざわざ外さない方がいいですねこれ。まあこれはもう頑張ってちょっと取りますけど、なんかここにはめてから、こっちがティッシュにシール剥がしをつけてこうやってこすると、なんか本当にもう普通にツルツルに取れました。まあ、ちょっと汚れてるように見えるけど、もう全然ベタベタしてないしツルツルです。こんな感じで全部剥がしていきたいと思います。めくってさっきみたいにこすって取ろうと思ったんですけど、いきなりやるとかなりぐちゃぐちゃになっちゃうんで、初めは、こっちの方で、綿棒で濡らしてちょっと待って、このヘラで削った後にこすった方がいいと思いますね。これめっちゃ綺麗に気持ちよく取れます。なんかシールの部分だけがこういう感じで、なんかいい感じでめくれていくんですよね。シールの部分を取った後にこのスプレーの方で磨くとすごく綺麗になります。いや、この本当に2種類のシール剥がし買ってきてよかったと思います。このシールをめくった段階ではこの状態ですよね。この状態だとこのスプレーのやつをやってしまうと隙間とかにね、こうめちゃくちゃ入っていくんですよね、このキューブの。
なんでこの塗るタイプのやつで表面を塗ってあげて、このヘラですね。でこのシールの部分だけを削って、シールの跡ですね、この部分だけを削って、これを削ぎ落としてから、これでこれをティッシュに吹きかけてここをこするっていう方法をやるともう完璧です。綺麗に剥がれます。ただめちゃくちゃめんどくさい、時間かかるし結構大変だ。こんな大変だとは思わなかった。はい、やっと一つのキューブが全部めくれましたよ。めっちゃ綺麗にめくれました。はい、ツルツルです。これをね、あとこの2つ、あと2個もめくらないといけないんで、引き続き頑張っていきたいと思います。はい、はい、ということで、無事に綺麗に全てね剥がすことができました。全部ツルツルになりました。めちゃめちゃねこれ大変でしたよ。あのね、一つね正直1時間ぐらいかかってます。1時間で、ね、もう全部で3時間ぐらいかかってます。これめちゃくちゃしんどかったけどね、まあやっと綺麗になったんで、今から、このステッカーをね全部貼っていきたいと思います。まあ、これは、まあ、ピンクで、ここが、いろんな色、そしてこれが6面すべて違う色という感じで貼っていきますので、とりあえずピンクからやっていきたいと思います。あとこのガン 356X の、カード使いすぎてもうシールでベタベタになってます。めちゃくちゃ頑張ってくれましたよ。このカードこんな使い道があったのか。いや使い方間違えてるだろ。はい、それでは早速ピンクのステッカーを貼っていきたいと思います。とりあえず開けます。めっちゃめちゃ綺麗ですね。これどこがどれなんだかよくわかんないんで、とりあえず一番小さいこことか一回試しに貼ってみたいと思います。多分これですよ、ね、これを一回取って、取れました、簡単に取れた。ここに貼ってみるか。おお、やべえ、ずれた。よし、できました。こんな感じでどんどん貼っていきたいと思います。はい、とりあえずピンクのねシールを全部貼れました。おそらくね世界に一つだけの、ピンクの鏡面仕上げのルービックキューブということで、ミラーキューブか、まあ誰か持ってる人いるかもしれないけどね、その人はめちゃめちゃ頑張ってシールを剥がしたということになりますね。ということでまた、次は、これに、6色のシールを、これですね、これを貼っていきたいと思います。ではとりあえずこれ貼ります。はい、それでは、3つ目のキューブですね。これが一番楽しみなんですけど、なんか貼るのも難しそうなんですけど、なんかいろんな色を一つの面に散りばめて貼るというような感じなんですけど、分かりやすいように、こんなやつを展開図を印刷してみました。はい、こんな感じです。これうちのプリンターのなんか調子が悪くて、この紫色のところが実は青なんですけど、まあこの感じで、貼っていきたいと思います。ここが、青、センターキューブを見れば分かるんですけど、ここ青で赤、緑、オレンジ、白、黄色、まあ、オレンジがピンク色で、これ黄色が金色、白が銀色という感じになりますので、その感じでこれを一回貼っていきたいと思います。まあ、どうだろうな、ここかな、あ、違うな、こうして、あ、ここだな、ここが青になるという感じで、この下側が白ですよね、白というかまあ銀色かな、うん、でまあセンターキューブ全部貼ってから、この周りのややこしい色を貼っていきたいと思います。はい、では頑張って貼ってみます。はい、とりあえずなんかややこしいんですけど、まあここですよね、この部分がこことこの面ですね。なので青のセンターキューブをとりあえず貼りたいと思います。はい、なんかちょっと気泡入ったけど、こんな感じでちょっと貼り直そう。はい、青色のセンターキューブ貼りました。じゃあ次は、こっちの白というか銀色の、センターキューブ貼りたいと思います。はい、貼れました。次はもう順番に貼っていきたいと思います。はい、それじゃあこのピンクの、ミラーキューブから一度やってみたいと思います。まあ、これはねこの辺のやつと全部一緒なんだけど、まあ、せっかく作ったんで一回崩してやってみたいと思います。では崩します。はい、大体こんなもんですかね。まあ、これでいいかな。めちゃくちゃになりました。はい、で、なんかずっとやったら慣れてきたんですけど、まあとりあえずセンターキューブの、
やつから、まあここかな、これを基準にして作りたいと思います。まあこれですよね。とりあえずここ揃った、ここもここで揃った、次これかな、あこれ違う、こっちか、ここですね、はい、ここも揃って、あとはここだけか、これはこれっぽいですね、あこれですね、はい、これでクロスができました。で大きいやつ、一番大きいこれから入れていきたいんですけど、まあここで入るんですけど、結構ね F2L 的なやつもなんかこのなんか慣れてきたんですよね、多分、あほらもうここでひっついた、これをこのまま入れるだけ、はい入りました。で、2番目に大きいやつ、こいつかな、これとペアになるやつは多分どこだろう、これかな、これなんでこのまま入ります、ほら入った。で次に大きいやつ、多分これかな、これなのかな、んでこれ多分、白が上向いてるような状態なんで、ペアになるやつどれだろう、わかんないな、これかな、ちょっと一回出すか、よいしょ、んあということはこれだから、この F2L で、あいけましたね。で最後こいつか、これを入れるんだけども、ペアが多分どれだろう、これかな、これということはこのまま、あ違うな、これじゃないな、こっちかな、じゃあどういう感じなんだろう、こうかな、あ違うな、合ってんのかな、あ違う、まあいいや、ちょっと普通に入れましょう。どこだ、あこれか、これをここに入れればいいんだ、これで2段目が完成です。はい、それでこれはこの OLL はちょっと難しそうなんで、ちょっと適当に形を変えまして、これはこうなってるから、多分この OLL でできるはずです。あできましたね。で、この状態はどういう感じだ、あ U パームかな、あ難しい、あれ間違えた、こっちじゃないのか、こっち側、んこれがこっち、あこれこそ本当にこの U パームだ、はいできました。結構ね簡単にできるようになってきました、はい。まあ、ピンクはね、まあ、この辺のやつと一緒なんでそれはできるんですけど、次も結構やりやすいと思います。普通のルービックキューブみたいにこうカラーになってるやつなので、では、6面すべて、普通のルービックキューブみたいになってるやつをやってみたいと思います。はい、それではすべて鏡面シール仕上げの普通のルービックキューブみたいに、6色のカラーになってるやつですね、これが白、まあ、銀色だけど白ですね。で青、赤、後ろが緑で、ピンク、オレンジがないんでピンクがオレンジの代わりということですね。で上が黄色なんですけど、まあ金色という感じで、これを崩したいと思います。はい、ではやります。これはね色で目印がついてるんでかなり簡単だと思います。 F2L とかもねめっちゃやりやすいんじゃないかなって思ってます。はい、だいたいこんなもんですかね。しょ、かなりカラフルですね。これクロスもめっちゃ作りやすいと思いますよ。はい、できました。じゃあこれを作っていきます。はい、じゃあまずこれ白というか銀なんだけど、これを探して、でとりあえず、ここピンク入れてみましょう。あめっちゃ入れやすいですね。色で目印ついてるのがすごい。でこれで、赤が入りましたね。じゃあ、これか、これ入れて、あ緑こっちなのか、じゃあ緑入れてから赤を戻すと、これでクロスができたという感じですね。で次は F2L をやってみましょう。これですね、あこういう感じか。このペアを入れてみます。
めちゃくちゃやりやすい。ほら、あれ？あ、これピンクだったのか。ピンクと赤がややこしい。じゃあ、どこ行った？これですね。この F12。これで、ちょっと回りにくいんですけど、はい、これで入ります。はい、入りました。めちゃくちゃやりやすい。で、次、これにしようかな。これ、もうここで揃ってるんですけど、ここで入れます。よいしょ。はい、入りました。じゃあ次は、どうしよう。これ？これっていうか、これにしようか。こいつのペアはどこだ？これか。あ、この感じですね。これで完成です。そしてもう一つペアができてしまってるんで、これも入れてしまいましょう。はい、2段目までもう一気にできました。はい、これか。さすがにこれでもややこしい OLL はもうやらないと決めてます、この、ミラーキューブでは。はい、これはできそうですね。よいしょ。あ、できました。めちゃくちゃわかりやすいな。で、この U パームですね。よいしょ。あれ？間違えた。さっきと同じ間違いした。今度こそこっちの U パームです。なんか間違いやすいな、 U パーム。しかも U パームがめっちゃ来るな。はい、できました。簡単でしたね。この、なんだ、普通の6面になってるルービックキューブはめっちゃ簡単だと思います。しかもなんかめっちゃ青とかめっちゃ綺麗なんですよ。ちょっと動画では分かりにくいかな。なんか本物を見たら、鏡面仕上げの、なんか濃い青色という感じで、めちゃくちゃ綺麗ですよ。はい、全部綺麗ですけど。とりあえずこの、なんだ、6色のルービックキューブできたんですけど、問題は次ですよね。次のやつが一番、心配というか楽しみでもあるんですけど、はい。では、なんかいろんなカラーのやつやってみたいと思います。これは、2つ。完成形があるので、どちらのバージョンもやってみたいと思います。はい、それでは3つ目のキューブですね。これが一番楽しみにしてたんですけど、もうすごいですよね、これ。見た目的になんだこりゃ初めて見る感じのキューブですね。なんかめっちゃ難しそうだけど、まあ、とりあえずね、一回崩してこの形を揃えるっていう方の完成形を一回目指してやってみたいと思います。それではやってみます。崩します。なんかすごいですよね。崩した時はこれを崩した時とあんまり変わらない感じなんですけど、目指してる形がね、なんかもう色は揃わないっていう、なんか斬新なキューブですね。はい、だいたい崩せたんで、こんなもんでいいでしょうかね。はい、それではこれをやっていきたいと思うんですけど、とりあえず色は当てにならないんで、このセンターキューブのこいつだけを信用してやっていきたいと思います。とりあえず、そうだな、どうしたらいいんだこれ、多分、どこなんだろう。こうか。あ、これが合ってるんだ。ここで今合ってる状態ですね。で、他のやつはこれじゃないし、これでもないか。どれだ、センターキューブは。この感じかな。これか。あ、これじゃない。え、どれだ。ここじゃないし、あ、これで合ってるんだ。めっちゃ分かりにくい。ここまで今合ってます。で、これとか、これもできましたね。あと一つ。これかな？これですね。緑なんだ。よいしょ。あ、違う。これじゃない。え、どれだ？ちょっと待って。これかな？これっぽいぞ。よいしょ。出しにくい。動かしにくいぞ、これ。よいしょ。これです。これを、ここに入れて、よし、できました。これで、できたという感じですね。はい。で、次は F2L をやっていきたいんですけど、ちょっとややこしいな。とりあえず、これがここに入るのは確定です。1個ずつ入れていくからめんどくさいから、ちょっと待って、1回だけちょっと
あ、できるね。F2L できたわ。これで、次にでかいやつ。あ、これが一番でかいのか。あ、まあいいや。これと、これの片割れ。相方さんは、これですね。これはどういう感じだ？はいはいはい、わかった。この F2L でいけるはず。よいしょ。動かしにくい。わかってるんだが、動かしにくい。はい、ここまで入りましたね。で、次はこいつの相方は、これかな？違うな。これなのかな？じゃあ、こうか。これで入りますね。入りました。で、次は、これなんですよ。これじゃないのかな？え、これでしょ？あー、向きが違うだけ。ん？でも、あ、これは色は当てにならないから、相方は多分これ、え、これかな？いや、わかんないわ。ちょっと待って。え、どういうこと？え、じゃあ、ややこしいな。とりあえず、そしたら、先に入れてしまおう。で、F2L。これ、どれだ？あ、これだね。これをここに入れよう。よいしょ。うん、入った。で、あとは OLL なんですけど、これはどういうことだ？あ、わかった。あ、これじゃない。これじゃないかな。どうやろう。あ、違うか。あ、もう一個の方だったか。くっそ。で、これは、あ、わかった。この OLL ですね。あ、動きにくい。これで、はい、できた。よし。んで、この、あー、これ G パーム B か、できる気しないな。G パーム B じゃないかもしれない。え、なんだこれは。そうか、色は当てにならないから、G パーム A かな。G パーム A は危険だからやめとこう。T パームで回避しよう。よいしょ。で、T パームで回避して、で、今は何パームになったこれ。いや違うな。こういくから、ひょっとしたら、ん？ちょっと待って、こっちと入れ替え。これはひょっとしたら、あ、でもこっち回りだろ。わかんない。あれかな？ん？待って待って。この感じだと、H パーム？いや、じゃないな。いや、わかんないな。え、どういうことこれ。え、こうで、この長いやつがこっち、短いやつがこっち。え？え、ここ？こういう感じ。え、わかんない。ちょっと待って、Z パーム？一回やってみよう。あ、動かない。動きにくいぞ。 Z パームじゃなかったな。 H パームだったのか。わかんない。これは何パームだ。ちょっと待って、やばい、わかんなくなってきてる。 T パームで回避して、あ、これは何らかの U パームだ。こっちの U パームか。またこれか。よっしゃ、できた。できましたね。とりあえず色はバラバラなんだけども、形が、揃ってるという風な完成形になりました。これで一つクリアですね。で、もう一回崩して、次は色を揃えるっていう方の完成形を目指してみたいと思います。本当にこれに限っては初めてチャレンジするので、わかんないです。できるかどうかわかんないです。どうやってやるのかもよくわかんないけど、色を頼りに、作ってみたいと思います。では、やってみます。じゃあ、崩しますね。適当に崩しまくって、まあこんなもんでいいかな。しょ。ちょっと回しにくいんでね、崩すのも難しいんですけど。はい、こんな感じでいいでしょうか。はい、とりあえず、そしたら、色を揃えるっていう風な形なんで、クロスって言っても、例えば、青クロスの一つはこれで合ってるってことですよね。この感じでいくなら、赤を入れて、こういうことでしょ？なんかすごい不思議だな。で、これピンクがオレンジなんで、で、あとなんだ？緑？緑はどこにある？ん？あ、これか。小さいな。緑のやつ小さい。あ、ちょっとずれた。どこだ？え、ちょっと待って。青と赤、緑、あれ？ピンク。あ、できた。これでクロスができたということに、
なります。青、赤、緑、ピンクとなってますよね。はい、で今から F2L なんですけども、 F2L か、ちょっと待って、でかいやつのこれん、どれ、あ、そうか、でかいやつとは限らないのか。ということはここに入れたいキューブは青、白、白っていうか銀、あ、これだ、これなんだ、え、あ、これで入ったのか、これで入ったということになるっぽいです。はい、で次、F2L は難しいな、そう考えると。じゃあこれなのかな、あ、まあいいや、2段目は後にしよう。で、いや待て、あえてここは F2L でやるぞ。あ、動きにくい、形がよりぐちゃぐちゃだからもうわけわかんない。で、この状態っていうのはどういう状態？あー、わかった、よいしょ、あれ、ミスったか、こうやって、ん、何してんだ、全然違うぞ、あ、そうか、こっちだ、こうだ、これで入ったということになるのか、難しいなこれ。で、例えばこ、あ、これ入るぞ、ここで一発で入ります。そしてこれか、これはそしたら、あ、これ待って、赤じゃない、これピンクだ、ややこしい、あ、ここにあんのか、なるほどね。じゃあこれでここに入ります。はい、そしてここは、緑ピンクだからここに入ってるのか。じゃあこういう状態ということか。じゃあ、あ、間違えた、そう、普通の F2L もなんか間違え気味ですね、間違えがちか、よいしょ、これで、あー、なんか揃ってないっぽいけど、ここは揃ってるんですよ、ここピンク、青、赤、緑という感じで、これで2段目までできたというふうな感じでしょうね。これは、あー、 OLL ね、ちょっと危険だから回避しよう、よいしょ、これはなんだ、ちょっと待って、これはね、え、何、え、どういうこと、どういうあれだこれ、待って、クロスができてて黄色がこっち向いてて、あ、わかった、わかりにくいこれ、形がいびつすぎる、この OLL ですね、よいしょ、これでおそらく上の金色が揃います。はい、揃いましたね。で、PLL なんですけど、これは、あー、うん、ちょっと待って、これ挟まってて、え、こことここが合ってる、どういうこと、そんなんある、ちょっと待って、わかんないわこれ、なぜそんなんないでしょ、待って、こっちが、いや、わかんない、ちょっとTパームする、よいしょ、あー、硬い、硬いわけじゃないけど引っかかる、よいしょ、これで形が変わって、なるほど、 Z パームですね、 Z パームはかろうじてできると思います。ちょっと形を整えないと回らない、難しい、じゃあ Z パームいきます、よいしょ、あー、これでなんとか、やばいぞ、間違えたら最悪だ、これでやった、完成しました、これで完成ということらしいですのはずなんです。これ白、めっちゃ指紋ついてる、白、青、赤、緑、ピンク、黄色とできました、これで完成ということみたいですね、一応できたので良かったですね。これが、完成形2というか2つ目の完成形、色は合ってるけど形は合ってないみたいな、不思議な形です。
これせっかく揃えたんでね、もうこのままちょっと置いときたいと思うんですけど、これ面白いですよ。ぜひね、皆さんもやってほしいんですけど、まあ普通に売ってるキューブじゃないので、シールを剥がす手間とか、貼る手間とかね、しかも結構貼るのも難しいし、こんなやつをプリントアウトしてまでなんかこれを見ながら貼ったりとかしないといけないんでめんどくさいんですけど、これねめちゃくちゃ面白いんでおすすめです。またねぜひやっていただきたいですね。はい、ということで、これちょっと解けて、こんだけのキューブ、金、銀、赤、青、オレンジ、このピンクで、6面の全て違う色の6色のキューブと、不思議な6色のキューブということで 1,2,3,4,5,6,7,8 と、あともう一つ本当は、緑があるはずなんで、それで9つのキューブということで、ミラーキューブ、全部で9個の、紹介となりました。はい、ありがとうございました。でも実は、これですまた新たなキューブ出てきたって感じだけど、あの 2×2 のミラーキューブも実は買ってるんで、まあ、これの紹介動画もね、今回の動画はちょっと長すぎるんで別の動画で紹介したいと思いますので、またよろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画は以上になるんですけども、本当にねこのキューブめちゃくちゃ面白かったです。これはね分かりやすいしめちゃくちゃいいんですけど、どれが一番面白いかってやっぱりこれですね。この色を作る時これで合ってんのかよみたいな感じになるんですけど、本当に 3×3 ができる方だったら絶対面白いと思うので、ぜひやってみてほしいですね。かなりこれを作るのに苦労しましたけど、はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画を見ていいと思っていただいた方はグッドボタンを押してくれたら嬉しいです。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではさようなら。すごい形だなこれ。